あんな風はめったにないな。台風の風でもない。おーよーこう、せいで屋根瓦もめくられてますね。昨日午後5時ごろ、志摩市大王町で突風が吹き、住宅の屋根瓦が飛ばされるなどの被害が出ました。けが人はいませんでした。これを受け、今日、津地方気象台の職員4人が現地調査に入り、被害が竜巻によるものだったかどうか調べています。